洗車が好きなんですけど、さすがに雨の中まではやらないですよね。雨の合間にはやっても、雨降ってる最中にはまあ洗車はしないですよね。だからいろいろできないことが増えて困るっちゃ困るんですけど、明日は前々から鎌倉ドライブまた行く予定になってたんですけどね、あんまり雨の最中行ってもなっていう話で、ちょっとまだ明日の天気はっきりはしないんでね、今から家族会議を開いてですね、明日の予定を決めないといけないんで、本当に雨がするとなんかやりたいことがねできなくなって困るんですけど、うちの中でまあのんびりしてるのもまたいいんでね、そういうのもいいのかなと思いますけどね。